寺田達氏は、日本の官僚。環境省地球環境局長、地球環境審議官、環境省産業を経て、2013年から2016年まで、中ケニア特命全権大使。一橋大学社会学部卒業後、1976年、環境庁入庁。環境影響評価課等で、環境アセスメントについて定める。 環境影響評価法の立案から施行まで一貫して携わった。その他公害健康被害の保障等に関する法律の改正法案策定、京都議定書の批准作業、石綿による健康被害の救済に関する法律の法案策定等にも当たった。環境庁は1997年に 諫早湾干拓事業に介入できず国民の批判を浴びたことから、1998年に名古屋港の藤前日潟の埋め立て計画が問題となった際は、国内有数の日潟の埋め立てを認めれば、前例となり、他の地域で埋め立てを止められなくなるなどと考え、名古屋市の埋め立て計画を全面的に否定する報告書を提出し、 環境影響評価課長の寺田が単身で名古屋市役所を訪問し、叱るべき検討をお願いしたいと述べるなど、強硬姿勢を示し、計画を中止させた。2004年には、地球温暖化について、東京大学公共政策大学院で講義をした。水、大気環境局水環境担当審議官等を経て、2008年、地球環境局長に、2011年には、 地球環境審議官に就任。東アジアサミット環境大臣会合第3回環境的に持続可能な都市ハイレベルセミナーでは冒頭で共済国を代表して挨拶を述べた。2012年体感し、環境省賛与。水俣病被害者及びアスベスト問題被害者対策にあたる。ありがとうございます。